ミッションを説明しましょう。依頼主はアルゼブラ社。目的はリッチランド農業プラントを占拠するネクスト機の排除となります。ネクスト機の詳細は不明です。少なくともカラードの所属ではありませんが、重量の2脚タイプでかなりの難敵のようです。当然依頼主は協力機との共同をご希望です。最終的にはそちらの判断ですが、無理はしない方が良いのでは。私からも強く共同をお勧めします。説明は以上です。アルゼブラ社とのつながりを強くする好機です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが。ミッション開始。不明ネクストを撃破する。ビビるなよ。手だれとはいえ所詮は同じリンクスだ。たぶん首はつきか。シダム、ちょうどいい。アームズポートにも飽きていたところだ。ネクストの撃破を確認。ミッション完了だ。それなりになったじゃないか、お前も。ミッションを説明しましょう。依頼主はアルゼブラ社。目的は GA 社の主力アームズフォートグレートウォールの排除となります。地上最強を襲うグレートウォールは一つ覚えの重厚長大のいびつな結晶に過ぎませんが、豊富な火力、重厚な装甲、桁外れの積載量はいずれも侮れません。これを攻略する最も効率的なやり方はやはり内部からの破壊です。最後尾の大型ハッチから機体内に侵入し動力部を狙ってください。そうすれば地上最強など空虚なザレ事になり果てるはずです。説明は以上です。アルゼブラ社の覚えをめでたくするまたとない機会です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが。ミッション開始。 GA のアームズフォートグレートウォールを撃破する。まずは最後部から内部に侵入しろ。
賢くやれ。このライデンを削り切るとは、化け物が。脱出に移れ。グレートウォールの撃破を確認。ミッション成功だ。地上最強か。どうしてやるものだな、お前も。少しだけ見直してやるか。